はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の終シリーズ第92弾やっていきましょう。で、問題8問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひ時間を計ってチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは画面下げます。お待ちください。 お通るあああオッケー <laughs> よしじゃあ行きましょうちょっとちょっと取れないよいしょではまず一番からね参りますで個人的にまあいろんなね都道府県の解いてはいるんですが一番にねなんかワリさん来るの結構めずしいなと思って解きながらねあのめしいなと思ってたんですけど。 最初はまず12割、カッマイナス4です。で、掛け算と割り算がプラスとマイナスでやっているときは答えがマイナスになります。ただマイナス。で、12割4なんで答えが3と。つまり、えー、マイナス3が答えと。で、次のルートです。で、このルートに関しては、おそらく多くの方が最初に、こう、ルート24。3パ24なんでね。ルート24を計算して、ここから直そう。で、24は、 4×6 ですよね。で、4が2の2乗なので、2は外に出てきます。2乗ってアイテムを使うと、ルートの外出てこれますからね。だから、答えは2ルート6で、こうなって、もちろんこれで OK です。で、実は、まあ、いつもね、こうよく提案してますけど、こう本番の時に、まあ、見直しをしてほしいわけです。例えば、これを見直そうと思った時に、さっきやったやり方と、2回目が全く同じやり方をしても、大体、 同じ頭のこうね、思考過程をたどるから、ミスが発見しにくいんですね。だから私はいつも、いろんなね、試験を受ける時とかに、わざと2回目は違うやり方をとるんですよ。だから、2通り、その1回目の解き方と2回目が違う解き方が思いつくといいなと思ってて、もしだよ、もし皆さんが1回目これで解きました、2回目ちょっと形を変えて解いてほしいんですけど、思いつきますかわざとやり方を変える。で、別に無理にしなくてもいいんだけど、例えば、 この計算、ルート8。これ先に直せますよね。8って 4×2 なんで、これ2ルート2直せるんですよ。じゃあ、あえて今回は先に直してから掛け算してみようみたいな。そうすると、ルート 3×2 ルート2。これかけると2ルート。ルートの中は掛け算できるから、ルート6。つまり2ルート6になりますよね。だから、 A ルートと B ルート。違うルートを辿って問題を解いたら同じ答えになった方が、まあ正解率は上がりますよね。だから、これはあのみんなが絶対にやれっていうわけではないんですけど、試験本番にあえて2回目確認するときは違うやり方をするっていうのは割とおすすめなので、普段勉強してる時とか、このね、えっと、趣旨を解いてる時もそういった意識で他のね、解き方ないかなっていうのをちょっと思いながら やっていただけると本番に活かせると思いますので、ぜひね、試してみてください。だからこれもそうです。これ。これ普通に公式なので、えっ、ー、と、まず x2 乗だね。x2 乗を、次がこの2つを足したものに x つけます。だから足すとマイナス9だから、マイナス 9x。で、最後はかけたもの。だから、プラス20だよね。もう展開の公式なので、まあこれで終了なんですよ。これでいいと。 だから2回目ね、えっ、ー、と、見直しをする必要がないってジャッジをする方も多いとは思うんですが、あえて2回目、もし自分がやるんだったら、1回目公式使ってる。じゃあ2回目は全部掛けでやろうと。全部掛けっていうのは私が勝手に呼んでますけど、ここと、ここですね。4個全部掛けちゃえばいいって。だから x と x 掛けると、x2 乗、x とマイナス5で、マイナス 5x。 マイナス4と X でマイナス 4X、マイナス4とマイナス5でプラス20みたいな。で、これ、ここまとめればマイナス 9X だから同じものになりますよね。まあ、こんな感じで、ね、あの、違うやり方を確認していくっていうのはありかと思いますので、ぜひやってみてください。で、え次、これ解いていきます。で、これは、あの、公式な因数分解ができないので、ちょっと久々になりますが、解の公式登場させましょう。 解の公式は x イコール 2a 分の -b プラスマイナスルート。ちょっと消しちゃうけど、ここに書いていくね。2a 分の -b プラスマイナスルート2、b の二乗マイナス 4ac。これはもう絶対暗記してね。本当によく出てくるから解の公式。で、a っていうのはここの数字1です。b は -5、c はプラス +3。そうそれぞれ入れていきます。だから 2a 分のなんでまず2分の 2分のマイナス B だからマイナス5にマイナスつけるから5になります。5。プラスマイナスルート B の2乗。マイナス5の2乗だから25になる。と、25。ちょっとこっち外書きますね。25。で、マイナス 4AC はマイナス 4×1×3 なのでマイナス12になります。つまりこの中、計算するとルート13になると。 で、ルートは絶対に中身チェックが必要で、何か出せないかなってなるんですけど、今回出せないんですよね。ルート13、このままいじれないので、今回はこれが答えとなります。<laughs> ごめんなさい。回の公式ね、押さえておいてください。で、今回、えっと、全部で8問あるんですが、まあ、もし正答率を、こうなんかアンケートとかで取れるんだったら、多分これが一番低くなるんじゃないかなと思います。5番ね。 n 分の336。こいつが、ある自然数の2乗です。いいですか ?2 乗。となるような自然数 n のうち最小を小さい、最小、最小、あ、もすいません。最も小さいものか。を求めなさいと。で、これはですね、なんかルートの中に入っているパターンの問題もあるんですけど、もう王道で、この336を分解します。素因数分解していってください。で、素因数分解の書き方は、 多分、俺はこれでやっちゃうんだけど、こうやってやる方もいるよね、きっとね。ちょっとこれ書かないけど。これを割り切れる素数。ちっちゃい、まあ2とか3がチェックが早いけど、で割っていきます。で、2で割ると、これが168。どんどん割ります。これも2で割れるね。84。まだ2で割れるね。42。まだ割れる。21。ここで2で割れなくなるから、素数の3でチェックします。そうすると7になる。で、ここに素数が。 出てきたので、ソインス分解完了です。で、これをちゃんとソインス分解で書くとすると、横の数字と一番下の数字を掛け算でつなぎます。2が4つあるね。1、2、3、4。だから2の4乗かける3かける7となります。ソインス分解を書くんだったら。だけど、今回は、全体が2乗になってるかどうかっていうのが、まあ、ポイントになってるわけよ。だから、あえてね、2の4乗を、 2の2乗かける2の2乗ちょっと書かせてください。これ同じだからね。つまり、伸ばします。n 分のは変わらない。この上の部分、336は2の2乗かける2の2乗かける3かける7と。今こうなったんです。ソイ数ス分解をしたらね。で、何やりたいかっていうと、今この数が何かの2乗、まあ自然数の2乗になっててほしいと。こいつと、 こいつとこいつに関しては2乗になってるからお前ら OK とで条件満たしてるからねでどう考えるかっていうとお前ら3と7が2乗になってくれるかもしくは消えてくれればこれ2乗で完結するんですよだってこの子は2乗じゃないから困るんだよねもし336に n がかかってる場合そしたら 例えば 3×7 残ってるじゃないですか。そこに n をかけるので、この子が3と7の効果を持ってれば、3の2乗、7の2乗って変えられるんですよ。で、全体が2乗になったから OK っていう風になるんですね。で、今回は、かけるんじゃなくて、n が下にいるから割るんですよ。つまり、この n が3と7。まあ、さっきの答えと一緒になっちゃうんだけど、3×7 っていうものを持ってれば、 約分で消えるんですよね。こうやって。そうすると全体が2の2乗かける2の2乗と、まあ、2の4乗ですけど、全体が自然数の2乗になってくれましたよね。だから OK、OK 条件満たすわけです。3と7を消すことによって。だから、N は何、何じゃなきゃいけなかったかっていうと、3と7、消すためにね、持ってなきゃいけなかったので、答えは21と、こういう風にやります。 やり方としてはね。だから、絶対こういう問題って大きい数が出てくるんですよ。336みたいなタイプね。で、それを素因数分解して分解していきます。で、2乗の子は OK です。OK。だから、2乗じゃない子、なってない子に関して N で割って約分すればいいって。だから、どれ割ればいいのかって考えればいいんですよね。ちょっとこれ、ね、あの大、大事なんで長くなりますけど、例えば素因数分解をしたら、えーと、こうなりましたと。こうなった。で、N で割りたいんだよ。 どうすればいいかっていうと、この子たち条件満たしてるから、この子たちを割ればいいよね。約分で。つまり N は 7×11 で77になればいいよ、みたいな。こんな風にやってってください。では、6番行きましょう。 え、度数分布表。ちょっとね、かけてないので、編集で出させてください。で、これはですね、まあ、相対度数を求めろという問題なので、もう公式をシンプルに覚えちゃってください。相対度数の求め方はですね、えー、っと、これね、右側がちょっと入んないかもしれないから、求めたいその度数割る全体です。全体。これ公式ね。 で、今、なんか濡れ、なんか潰れちゃってんだよね、表が。で、そこの3から6のちょうどそこを求めたいと。え、そこないじゃんって思うんですけど、全体30って分かってて、他が7、5、3、2、1って、つまり18かな ?18 って分かってるから、3から6にいる人数、その度数って、12ですよね。12人がいるはず。今は消えちゃってたけど、計算で分かるからさ。 12人がいて、それ割る全体。全体今30人なんで30です。であとはこれを筆算してください。そうすると、これは0.8と4となって、これで終了。これだけなんで、相対度数って。だから意外と慣れてないとやり方分からなくて手が出ない。白紙で出しちゃう子が多いんですけど、すごいシンプルだから。その求めたい度数。今回は、えっと、どこだ ?3 冊以上。 6冊未満っていうところの人数をまず数えればいい。度数だからね。そしたら12人でした。じゃあそれを全体で割りましょう。終わりっていうね。いいかな。はい。で、7番行きましょう。で、五角形があります。で、これのアプローチもまあ2つあって一応ね、内角で攻めるか、外のね、外角で攻めるかって話なんですけど、まあ今回、求めたいここが内角なので、内角で攻めましょうとで。どう攻めるかっていうと、ここ105分かってる。110分かってる。 ないじゃないかってなるけど、お隣さんが80ですよね。お隣さんっていうのは180から引けばここ出せるから。180から80引いて100度もわかる。ここもね。じゃ、ここも同じです。お隣さんが70度。お隣さんでこれね、俺はこういう関係をお隣さんって言うんだけど、ここ全体180度だから。からここが例えば60度ってわかってれば、180から60引くんで、120ってわかるよって話。 ここも180から70引くんで110度って分かりますと。じゃあ、大事なのは五角形の内角の和。内側ね、この5個。1、2、3、4、5ってあるから、これ合計したらいくつですかって話。で、これは公式。まあ、まあ、覚えてる方も多いと思うけど、公式があって、内角の和っていうのは180、180×n-2 です。n っていうのは、ほにゃらら角形の数字です。 つまり今5だよね。5。だから 180×3 です。そうすると540。だから五角形は全体で540度なんです。いいじゃあ、540。から、こう X が残ってるから残りの110、100、110、105を足せばいいと。そうすると425なんですよ。これ4つ足すとね。だから、4つ分の425を引けば、えーと、 115度かこれが答えになります。ょっと x イコールおこうか。早送りした方はこの方が見やすいよねきっとね。こういうふうに求めてください。ではラストでございます。でラストはですねすごいシンプルな問題なんですけど出題の仕方がちょっと変わってるなと思って今回ね使わせてもらいました。問題が y=2x+a こいつが4の3を通るそうなんです。その時に y 軸との交点の座標を求めなさいって。これ何言ってるかっていうと、こうやって関数ありますよね。で、傾き2分の5。で、4の3を通るので、だいたい、どの辺だろう。2分の5か。ちょ、っとフリーハンドになるけど、ま、こんな感じかなってなると。で、y 軸との交点ってどこって言ったら、ここなのよ。ここ。y 軸との直線ね。 直線で y 軸の交点って、これ切片だよね。傾きと切片の切片。切片でどこって言ったらここなのよ。ええ。だから、ここの数字求めればいいじゃんっていう話になって。a を求めろって問題と似てるわけ。で、その出し方の方が絶対に多い。これが、4の3を点、4の3を通るときの a を求めなさいっていう。で、普通に出しに行くじゃないですか。だからどう出すって言ったら、4と3通るって言ってるから、4、x のとこに4、y のとこに3を代入すればいいだけなんで、 3イコール、えっと一応書くか、2分の5かける4これけ算で繋がってますからね。プラス A。で、これ約分すると、えっと10になるから、A イコールマイナス7になるんですよ。マイナス7ね。だから A を求めろだったらマイナス7なんです。多分これもしかしたら今回これ書いてバスくなったか、バスというか、違ったってなってる方いると思うんだよね。少なからず。で、今回は交点の座標出せって言ってんの。ここ。座標。だからちゃんと座標なので、 こう書かなきゃいけない。で、ここは Y 軸上なんでつ、つまり X 座標は0ですよね。で、Y 座標は今出したマイナス7だから、答えはこうね。いいかな。ここまででもほとんどもうね、あの、正解を手にこう、掴もうとしてるところまで来てるんだけど、これ書いちゃうと罰になるっていう。で、意外と関数の問題っていうのは、何を答えるのかっていうのが、問題によってちょっとずれるの。今回みたいに。A を求めるのか、それとも座標を出すのか、みたいな。 そう。だから、ここは気をつけてください。いいかな。で、すごい細かいこと、ごめんなさい、長くなってね。すごい細かいこと言うと、ここの座標の Y 座標を書きなさいとかもあるんだよ。で、Y 座標を書けっていうのは、こっちだけを書けってことなんで、マイナス7が正解になります。Y 座標を書けって言ってんのに、全部書いたら×です。運が良くて三角です。ってなるから、何を書けと言われてるのかっていうところもしっかりチェックしながら、落ち着いて、でも早く解く必要があるからね、ここは。 時間かけたくないから早く解く必要があるんだけれどもそういった、まあ、つまずきというか引っ掛け、落とし穴があることを分かってれば落ちないからいい。その部分も確認しながら趣旨をこれからもね使ってもらえると嬉しいです。はい、ということで今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第92弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。